ライターの鶴原弘隆です。今回はテーラーメイドの2022年モデルステルスドライバーを詳しく紹介していきます。新しいステルスシリーズのドライバーで最もスタンダードなモデルとして位置づけられているのがこのステルスドライバーです。一番の特徴はカーボンフェイス、60層にもなったカーボンを使った、フェイス素材になっています。表面ポリウレタンでコーティングされているんですけれども、そのおかげかもしれないですけど、少しこうくっつき感があるようなそんな打感に仕上がっています。構えてみてどうかというと、赤いフェイスはそんなに気にならないです。でむしろ今回はクラウンが真っ黒になったので、逆にフェイス面が全部こう赤いことでとてもターゲットを意識しやすい見た目になってます。そして装着されている、標準のシャフトが今回は天性になっています。でこれどんなシャフトかというと、僕の蓋感覚だと、少し手元は固めかなって感じですね。で中間から先が少ししなるような雰囲気があります。なのでどちらかというと玉を上げる方を助けてくれるタイプ、ちょっとこう上がりやすくしてくれるタイプにはなってます。スタンダードなステルスドライバーに関して言うと、前作比、前作がシム2マックスドライバーに当たると思うんですけど、それと比べると、少しスピン量は減ってると思います。前作打った時にちょっとスピン多いなって思ってた人は、このステルスドライバーがちょうどいいと思う。打ち出し角は、どちらかというと出しやすい方だと思いますので、これまで通りに打ち出し角を同じロフトで得やすいというふうに思います。 SIM2 MAX の後継に当たるんですけど、性能的には SIM2 MAX と SIM2 ドライバーのちょっと間ぐらいかなというふうに僕には感じられました。なので、前作打ったことある人はそういった判断基準で、選んでもらえればなと思います。あとステルスドライバー、2モデルありますので、2モデルはそれぞれまた別の動画でご紹介していきたいと思います。